でん。栃木、ほうれん草は。お磯の人、鮮度にあり。オッケー。切り込み入れます。はいよ、10時に、えい。オッケー、でん。十字カットは、完成。お湯にゴー。でん。皆様のお墨付き、ロースハム。カットあります。はいよ。オッケー、待機。でん、待機ハム。でん、ゆで卵は。から割り、スタート。でん、からむきゆで卵、カット入ります。はいよ。縦に真っ二つ、ツトーン。オッケー。でん、待機卵は。でん、茹で上がったほうれん草、カットあります。はいよ。ここはカットいきます。うわー、バラバラや。オッケー、カットは完成。葉っぱで巻き巻きタイム。はいよ。ほうれん草の、ほうれん草による、ほうれん草のためのほうれん草。オッケー。料理は味よりも見た目が大事なのです。よし、盛り付け開始。はいよ。よし、今回は見た目を意識して作るである。違うな、何かが違う。でん、卵黄パイセン、のせます、のせるます、のせるます。オッケー。そばつゆ。でん、おしゃれなほうれん草、茹でただけのおひたしになれないやつ、完成。でん、お皿、カモン。じゃん、元祖鶏ガラチキンラーメン。お湯かけて3分、お鍋で1分。 WFP、 無駄なから救う、未来から救う。すごく美味しい、すごく美味しい。なんで2回言うねん。めちゃくちゃ主張してきます。入れます。あー、出てこない。よし、お湯が沸かないので盛り付けをしてしまいます。はい。うわ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 、大洪水。バカだバカだ。イマージンレボリューション、もうちょいだ。これで3分待つだけです。刻み小ネギ。オッケー、完成。これは崖の上のポニョ風のチキンラーメンで作ったラーメン、完成。イマージンレボリューション、いただきます。はい、ということでですね、今回はね、超速攻で作りましたポニョの再現風です。なぜか、なんでだろうね、ジブリを知らない自分がジブリ飯を再現する日が来るとは思いもよりませんでした。ゆで卵が美味しい？ということです。麺を食べます。麺を食べないと伸びてしまうので麺を食べます。もうね、サムネのせいでね、伸び伸び伸び、やばい。乾燥の鶏ガラの味がして美味しい。これさ、チキンラーメンちょっと濃い味じゃん。だからさっぱりくらいがちょうどいい。さあね、今回もやっていきましょうね、栄養指導編。今回はこのほうれん草について栄養指導して、栄養指導というか、ほうれん草の効果についてお話ししていきたいと思います。イェイ、V ハート、星、キラーン、ピタンとね、はい、始めていきたいと思います。コップ邪魔だね。皆さん、ほうれん草って言ったらどんなイメージがありますか？
って言うとさ、なんかさ、鉄分とかって思うじゃん。なんか、あの女性の方はさ、ほら、レディースデーの日にはほうれん草を取った方がいいのかなみたいな、レバーとほうれん草が一番強いのかなって思うじゃん。なん実際はその鉄分が不足してしまうから、鉄分とかね、貧血予防とかにするために鉄分が必要だから、鉄分の多く入ってる食材を取ったらいいですよっていうことですよね、レディースデーにはね。だからまんざら間違いではないってこと。栄養素何入ってんのっていうと、まずカリウムね。カリウムはナトリウムを排出する働きがあるため、まあラーメンの時でも言った通りに塩分の取りすぎた時には助けてくれるよって。だからカリウムはむくみ対策とかにもなるから、飲みすぎたとか寝すぎて顔むくんどるわってなった時はカリウム取りましょう。鉄、これが皆さん知ってる鉄ですね。それこそ貧血のために鉄分補給だとかさ、貧血の時には鉄釘加えときゃいいやんっていう話もあるくらいなんですけど、貧血の予防に欠かせないんですね。で、貧血になると息切れとか疲労感、頭痛といった症状を起こしちゃうから、まあ、それを予防しないとダメだよねってこと。ビタミン A だね。 A はこれちょっと知らなかった、自分も知らなかったんだけど、 A ってその目を良くする、目を保護するんだって。だから目が悪い人も目を良くするんだって。で、ビタミン A の中に含まれている β カロテンっていうのがあるんだけども、それっていうのが老化とかがんとか免疫力の低下の原因になると、活性酸素を取り除いてくれるというね、効果もあるようです。まあ、ビタミン A を食べると、まあ、目が回復するのかもしれないので、皆さん目がちょっと疲れたなとか目が悪くなってきたなって思ったらビタミン A を食べてみましょう。次、ビタミン C。 ビタミン C はコラーゲンを生成するのに必要なんだって。だからコラーゲンって、皆さんコラーゲンが欲しいわとかって言うじゃん、たまに。それすっぽんとかと一緒だよね。コラーゲンって美肌の効果とかもあるから、ビタミン C、美肌で覚えておいていいくらいなんで、ビタミン C は積極的に取ってください。あとはビタミン A と同じ抗酸化作用があるから、まあ抗酸化作用ってね、あれ、病気とかがんとか怪我はどうかな、予防になるのでってことですね。で、一番多いのがビタミン C なんだって。まあね、 100g 中に含まれる成分量で比較した場合だから、まあ、大きさとかさ、体積とかも違うからさ、一概にビタミン C が一番多いよとは言えないんだけども、ビタミン C が、まあ、100g あたりで何 g 入ってますかって言われたら、一番グラム数が多く入ってるっていう認識で覚えておいてください。で、なんかさ、ほうれん草は冷凍にすると栄養がなくなるみたいな話もあるんだけど、まあ、別にそういうことはない。極端に減るってことはない。少し減るっていうだけで、なぜかって冷凍した時にほうれん草の中に入ってる水分が固まるわけじゃん。それ解凍した時にその水分が溶けて出てきてしまうから、それと一緒に栄養素まで出てきてしまうから、少しは栄養がなくなってしまうけども、まあ、そんな大差はないよってこと。だから別に冷凍のほうれん草を食べたから生のよりも悪いとかっていうのはないから、そういうこの点だけは気をつけてください。で、ほうれん草の栄養素を効率的によく取るためには、まず電子レンジで調理するのと油と一緒に調理するのが一番効率的に取れますよってことなんだよね。茹でるときに失われやすい栄養素を無駄なく取るには電子レンジの調理がおすすめですと。で、ほうれん草に含まれるカリウムやビタミンの C は水に流れ出てしまう、水溶性なんですね。で、だから茹でることで全ての栄養素が流れ出るわけじゃないけれども、電子レンジで調理した方が流れにくくなるよねってこと。でもさ、電子レンジでやるとアク抜きとかしなくなるじゃん。だからそこのアク抜きだけはしっかりしないと臭みだけが残っちゃうよってことですね。で、あと油と一緒に摂るのはビタミン A とか D とかが脂溶性ビタミン、油と一緒に摂取することで吸収率がアップするというね。脂溶性ビタミンを無駄なく摂りたいなら脂質を含む肉とか魚とかと一緒に食べるのがいいですよってこと。効果、ほうれん草食べるとどんな効果があるのさーって言うと、まず貧血を予防する。今まで散々言ってきた通りに鉄分入ってますからね。赤血球の中に含まれるヘモグロビンの量が減ると貧血になってしまいますと。ヘモグロビンは呼吸した際に肺に取り込まれ、他酸素を全ての体の組織に運んで供給する役割をしておるために、ヘモグロビンの量が減ると細胞に供給される酸素が少なくなってしまいます。そのため顔は青白くなったり、少し動いただけで息切れがしやすくなったり、さで疲れやすくなったりとか、立ちくらみとかが起きてしまうというね、説明文読みました。そういう効果があるのです。で、ヘモグロビンの材料というのは鉄に加えて鉄の吸収を高める C とかが
ほうれん草には豊富じゃん。だから貧血予防になりますよってこと、動脈硬化を予防しますよってことだね。まあ、生活してるだけで活性酸素っていうのは作られちゃうのね。でもそれを抑えるベータカロテン、さっきも言ったよね、ベータカロテンが豊富に含まれてるから、それを除去してくれる働きをしているので、動脈硬化の予防にもなりますよってことですね。次はね、高血圧を予防する。まあ、塩分の過剰な摂取でナトリウムが血中に多くなると、あの水分の移動が正常に行われなくなっちゃって高血圧を招く。でそれを予防するために予防してくれますよってことですね。血糖値を下げてくれるんだね、ナトリウム量を減らしてくれるから。ナトリウムを取りすぎると高血圧になりますよってことですよね。逆に言うと機能を改善するベータカロテンやビタミン A が目に効果的ですよって言ったのは、まあ細かいの含まれてるんだって、 A のね。でそれの一種の目の水晶や体の大半分に多く存在し、強い抗酸化を持つカロテノイド色素で赤外線からのダメージから目を守る、太陽光から目を守るってことだよね。卵割ります。パワードロロロロン。絶対さ、これさ、卵つけた方がさうまいんだよね。まあ、全然味違う、濃厚で美味しい。まあ、次、免疫力を高める効果がありますよって。 A、 また A の効果だけども、皮膚など粘膜を正常に保つ働きがあるのね。でそれに加えて C とか E も含まれてるから免疫力を高めてくれるんですって。だから口内炎とか風邪の予防にはほうれん草がもってこいだよってこと。次、美肌効果がありますと。ベータカロテン含まれて変換ビタミン A とかは皮膚とか粘膜を丈夫に保ってくれる働きがあるので、肌つきとか肌の荒れとか改善が期待できるんだって。紫外線によって生成された活性酸素を無効化する働きがあるので、ビタミン C とまして、メラメン色素の発生を抑制する効果もあるので、ほうれん草には若返りの効果があるそうです。外見が全てですから、今の世の中なんて。次は便秘を解消するということですね。でほうれん草って、ね、ヨーロッパの方では胃腸のほうきと呼ばれてるくらい便通に効果があるんだって。食物繊維に加えて自律神経を調節し、腸の前動運動を促進してくれる働きがあるビタミン B1 とか、食物繊維の働きを高めてくれるビタミン C が含まれてるからだそうです。最後に骨や歯を丈夫にすると。ほうれん草はカルシウムに加えて骨の体に必要なマンガンや丈夫な骨作りサポートするビタミン C も含まれてるからなんですね。カリウムとかね、いろいろ入ってるから、まあ、ほうれん草って結構いいんだねって話。うん、卵が濃厚で美味しい。ごちそうさまでした。ああ、皆さんどうでしたか。まあ、料理に関してはさ、それはもう料理じゃないよって言われてもしょうがないけどもさ、ほうれん草の効果どうでしたか。めっちゃすごいなって思ったよね。ほうれん草ってすごいよね。若返りの効果とかさ、目を守ってくれたり、若返りの効果って。だってさ、景色見えなくなったらさ、嫌じゃん。見えないって怖いじゃん。だから、とかさ、若返りとかってさ、もうみんな望んでるんじゃないの。いつまでも若くいたいなんて思う人もいると思うんですよ。だからほうれん草ね、ビタミンとかたくさん含まれていて健康にもいいし、女性の、まあ、右手っても言っていいくらいね、助けになってると思うので、皆さんほうれん草ね、ビタミン、カリウム、鉄とかね、いろいろ含まれているので、そう、若返りたいなと思った人とか、もうちょっと目良くなって遠くのものまでちゃんとくっきりはっきり見たいなと思う人もいたらね、ほうれん草を食べてみましょうね。はい、ということでですね、このほうれん草の効果、皆さんどうでしたか。すごいなとか、若返り私もしたい、僕もしたい思う人がいたらね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントお願いいたします。今日の夜ご飯これにしようかなとかね、このポニョのラーメンにしようかなとか、ほうれん草のおひたしにしてみようかなと思った人がいたら、高評価、チャンネル登録、そしてコメントお願いいたします。それではまた。バイバイ。